こちらのブースでは 3D ビジョンロボットによるピッキングシステムをご紹介させていただきます。今回ご紹介させていただくシステムは、安川電機が現場で培ってきたノウハウとキヤノンの 3D 認識技術を合わせた画期的なシステムになっております。前方上空の画台に取り付けられた筐体をご覧ください。あちらが本システムの目玉となります新 3D ビジョンセンサーユニットになります。まずは本ビジョンセンサーユニットを用いたビッキングデモをご覧ください。ビジョンセンサーユニットから青色のシマ模様の光が投稿されますので、前方のパレットにご注目ください。ご覧いただけましたでしょうか。本ビジョンセンサーはプロジェクターカメラにより構成されており、プロジェクターから投稿される光をカメラで受光することにより対象ワークの検出を行っております。計測領域は 1160×1160×600mm となっており、前方のパレットの領域を全てカバーできるサイズとなっております。また 3D CAD マッチングによる認識を行っているため、さまざまな配合法が選択可能です。本デモでは表面、裏面、横面の3つの配合法を登録しています。ワークが表向きの場合には左手のジグへセットを行います。ワークが裏向きの場合には奥のジグへセットを行います。さらにワークが横向きの場合には表向きになるようパレットの中央へ戻す動作を入れております。ここで本 3D ビジョンセンサーの大きな3つの特徴をご紹介いたします。まず1つ目が検出対象ワークを大幅に拡張した点です。従来製品では困難であった自動車プレス部品に代表される複雑形状の部品などさまざまな部品の検出が可能です。さらに油が付着した状態のワークも問題なく検出できます。特徴の2つ目が高精度な検出能力です。従来製品では一度ピッキングしたワークを仮置き台等へ置いて再度位置決めを行う工程が必要でしたが、新 3D ビジョンロボットでは高精度な検出を行うことができるため、一発位置決めでジグ等への接触が可能です。それによりシステムを非常にシンプルに構築することが可能です。特徴の3つ目が設定操作が非常に簡単である点です。従来製品のようなプログラミング、画像処理の知識などは一切必要ありません。お客様にはワークとハンドの CAD データを準備していただき、バラ積みしたワークを5回撮影していただくだけで部品の認識が可能です。人が行う作業はわずか20分。これにより品質追加の作業時間を短縮し、ランニングコストを安価に抑えることができます。またお客様自身でピッキングシステムを構築したいといった要望にもお応えすることができます。いかがでしょうか。この機会にぜひビンピッキングの自動化を安川電機にお申し付けいただければと思います。以上で 3D ビジョンロボットによるビンピッキングシステムのご紹介を終わります。ありがとうございました。